実況金武彦がお送りします。ブラジルサーバーティアゴシルバ、この男が中心となり無失点試合を続けています。主審コースで試合がスタートしました。左に援護を取ります。赤のユニフォーム欧州トリプルクラウン FC ヒロン引きますは新ワンヒロント監督。フォーメーションは4-5-1、圧倒的な攻撃力で相手守備陣を充電してきました。右から左に攻めます。黄色のユニフォームグランディングブラジルサード指揮を取るのは怠け者グレード監督。フォーメーションは3-5-2、人とボールを動かすという哲学を体現するチームです。ボールを投げ入れる、押さえて上がっていったボールを渡しましょう。トラップアルベロは、さあディスコ果敢にパスを出す。ディープシュートゴール1対0エルドアヘダビドディージャーゴールに取り組みました。美しいゴールです。前半27分、さあキックオフです。シャビアロンさん、いいパスが出ます。セーザーボールを出します。ジエゴコースターボールを運ぶ、横に出します。さあ FC ヒロ押さえアルベロはこのボールを右から攻め上げます。イニエスタマルキーです。ここで審判のホイッスル1対0、前半45分が終了です。後半戦が始まりました。 FC ヒロナチョチームを勢いづかせる選手が控えています。ワントラップを待てる。ジエゴコースタセルヒオラモス、そしてイニエスタマルキーニョス、ドリブルアンドソン、つながりました。攻め込んでいく、運んでいった、これはジョーディー、彼のドリブルから多くのチャンスが生まれています。回していくイニエスタ、奪われます。ここはつなぎます。止めてドリブル、横にボールを回します。抑えてシャキダビド・ルイス、パス右に送ります。ボールを受けてカゼリオ、ピケよく見ていましたね。アタックこのチームの切り札です。ボールを投げ入れる、さあブラジルサードカッザーミロ、ここはボールを運びます。カッザーミロボールを運びます。ヒロムント監督ボールへの速いアプローチを指示しています。カッザーミロベドロロドリゲス、速さを生かしたドッカーを得意としています。スローインで再開です。トラップダビド・ルイス、ワントラップ止まらない。フレッシュゴーイン、後半42分、フレッジ交代策がズバリ的中しました。うまく決めました。アンケス、このチームのキー札です。後半44分、キックオフです。縦にさあ FC ヒロフェルナンド・トーレス、右からこれは拾ってなくなった。選手たちがもう一度